こんにちは、始まりました CS パークの新コーナー UK オンザライスでございます。まずオンザライスって何ぞやというところなんですけど、オンザライスはバスケ界という白飯に一味加えるというそんな意味になります。MC をやる UK です。皆さんよろしくお願いします。僕はですね、普段 CS パークで動画を作ったり取材をしたりなんかしています。今回ね、こうやってこう CS パークの YouTuber になるっていうことで、皆さんがこうバスケットが楽しくなるように頑張っていこうと思うので、よろしくお願いします。 UK です。このポーズ流行るぜ。はい、気を取りましてね、オンザライスって何をやるんだというところに行ってみましょうか。僕自身大学までバスケットに携わってたんですけど、すごい思うのがバスケットってめちゃくちゃかっこいいなと思うんですよ。特にファッション性が高えと。やっぱこういっぱいスポーツあるじゃないですか、こういっぱい。バスケットのオシャレって練習でも使えるんですけど、これやっぱりバスケットのすごいところってカジュアル、私生活とかでもバスケの服ってオシャレに使えると思うんですよ。でやっぱりそんな中僕思いました、オシャレになりたいと。すごいオシャレになりたい。僕もすごいオシャレになりたくて、でそれでバスケットをちょっとすいません、バスケットオシャレを学びたい、やめたいということで、このコーナーではいろんなオシャレなバスケットマンとか、ちょっといろんな人をゲストに招いたり、僕が実際に会いに行ったりしてオシャレを学んでいきたいと思います。そしてこれを見てる人たちもちょっとこう明日からのバスケがオシャレになるように楽しめるようにしていきたいと思うので、どうぞよろしくお願いします。ということでね、記念すべき UK on the Rise 第1回目です。ゲストはこちらの方です。はい、第1回目のゲストはキングオンザライスです。どうぞお願いします。ありがとうございます。やっぱこう大学バスケ界のギャングスターというかね、ギャングスター完全に。第1回ゆうきも悩んだんですよ、誰こう来てほしいかなとか呼ぼうかなって。こう情報が何もないわけじゃないんですよ。やっぱりこうね、練習とか行ったり試合見てたりして、カイ君来てもらいたいと思って。なるほど。専修大学のもうビンビンの、まあね、基本頭っすけどね僕。まあね、そう、髪型がね俺も判断基準髪込みで結構練習の時のね着こなし、アディダスがこう契約してるのかな、サポートしてもらってるような形で。すごいのよ、バスパンの丈が。おしゃれなやつのバスパンの丈してるということで、今日カイ君よろしくお願いします。イエーイ。手汗が、手汗が。最初のコーナーいきます今日のバスケコーデチェックのコーナーということで、チラッと映っていますが、キングカイ君の今日のバスケコーデをチェックしていきたいと思います。よろしくお願いします。よっしゃ、お願いします。今日この上着もアディダスなんですね。そうですね。まあこれはちょっと首長めなんですけど、うん、寒かったんで。なるほどなるほど。ちょっとまあネックを間代わりというかなんですけど、まあこれ結構中身も裏肝っていうんですか、これ、はい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 、結構あったかめのやつで、これ実はあれなんですよ、あ寒い時にこうやって、なるほどね、手袋みたいな、ちょっとこれ電車で出るとこあるもん、指。あ、これはまあ出せばこうやって、あ、すげえ、こういう着こなしもなるほど、ね、できます。すごいね、機能性ができるありがとうございます、はい、これハーデンの T シャツなんですよ。かっこいい。これハーデンがこの間日本に来日、うん、ロケッツ対、はいはい、ジャパンゲームの時に、まあ、ちょっとアディダスの方からもらいました。下はちょっとファイトめな、下はそうですね、このアディダスのザ・アディダスを強調させるようなズボンを、これはアウトレットで買いましたお安いですなちょっとやっぱ色なんかも、そうですね、赤ってあんまりね、ちょっと履かない、やっぱりなんか履きづらい部分もあるんですよ、うん、色がねちょっと強いとね、強いとけど、やっぱりこれとどまっちゃダメだなと思って、自分を出していこうと思ってなるほど。おしゃれなんて自分がおしゃれと思ったらおしゃれだと思っていいと思うんで、赤も好きなんで、なるほど、こういう色履いていこうかなと思って。ありがとうございますまずもうこれ第1回なんで、もうそもそもの話をねちょっとカイ君としたいと思います。バスケのおしゃれってなんだろうな、なんだろうねバスケのおしゃれね。バスケのおしゃれね。こうでもさ、やっぱ選手じゃん。練習試合行ったりとかもするだろうし、ただいま選手と絡むこともさ、あるじゃん。こいつおしゃれだな、みたいな、ちょっと感じるときあるっしょ。まあ、ありますね。なんかありますね。こう、フィーリングというか。フィーリング、ちょっとおしゃれっぽいな、みたいな。確かにありますよ、そういうときってどういうものでこう、感じる。多分、バスケットしてる人は、うん、絶対多分一番最初に目に入るのは多分バッシュなんですよ。なるほど。絶対に。まあまあ、そうで、ね、何履いてるんだろうとか、うん、どういう色の。はいはい。バッシュ履いてるんだろうね、やっぱりもセンスとか個性が、そう、出るよね、今は。それはまずバスケのおしゃれのいいところだな。ソックスも、あ、長さがあるからね。そうなんですよ。柄とかもね、
中学とかミニバスの時ってあんまり気にしなかった。そうだ、自分もなんかついこの間家帰った時に、うん、中学のちょうどバスケの試合見てたんですけど、あ、自分の、はい、なるほどなるほど、靴下履いてなくねぐらいの短さの靴下履いてて、あんまりね、こだわんないもんね、そんなに幼い頃は。俺もだってシューズ、あのミニバスの頃ゲルスクール履いてたもん。知ってる？ゲルスクール、あの体育館履き服のサイズ感あるよね。あ、ちょっとダボって着る人とか、ピチピチで着る人とか。自分も結構ちょっとキュッとしてる方が。上も？上もっす、マジで。鍛えてるもんね、やっぱ大学生とかになってるといいですか。すごいすごい触ってほしい。はい、感じてください、ね、まあちょっとだからサイズ感とか、そうっす、色使いとかがおしゃれな、まとまってる人というのかな、はおしゃれだよね、やっぱり。ダボダボとかだとちょっとね、なんか結構昔はでも流行ってましたね。あー、恋愛バーストの全盛期ぐらいね。そう、そう、そんぐらいです。そんぐらいは流行ってる。大きめのサイズ、うん、着るみたいな流行ってました。素材じゃない、ちょっとこう。そうっすね、テカテカのみたいな。僕もあんまりなんかテカテカするよね。そうね、まぶしくね、まぶしいなって思っちゃうよね。まぶしくねみたいな、天津飯なんだけど。はい、OK。 こうだ、バスケのおしゃれってやっぱサイズ感と色使いですか。そうっすね、色使いもまあ実際におしゃれなバスケットボールプレイヤーって誰がいるんだろうって思うんだけど、大学界で思いつく人、まあチーム内でもいいし、ただいでも全然。インスタとかで、ただいでもおしゃれだなって思うのは、拓殖のホーリー君。あ、ホーリーは間違いない。でも本当におしゃれで、やっぱバッシュからもそうですし。そうだね、俺勝手大学バスケ界のジャスティン・ビーバー結構好きですもん。好きだね、好きだね。ホーリー君自身も好きだし、まあちょっと離れると B リーグだとベンドラメレオさんとか。ああ、ベンドラメさん、インスタとか見たことある？あ、あります。結構おしゃれな投稿がね、もうすごい、いちいちおしゃれだなって思いながらいいねをしてるプロってやっぱおしゃれですよ、ね、おしゃれ。富樫さんもそうだしね。あとはその同じ神奈川の品山さんとか。ああ、いいですよね。渡辺さんもチャンピオン。あ、そっかそっかそっか、サポートしてもらってるね。いけるかな、川渡さん、ベンドラメさん、富樫さん。ちょっとこれもし見てたら、ぜひオンザライスしましょう。オンザライスお願いしますまあね、このコーナーですね、最後にポイントオンザライスということで、ポイントオンザライス、はい、今日の気づきをユケが学んだことを皆さんに一言にして伝えていきたいということでございます。今日のポイントオンザライス行ってみましょう。こう下からこう一緒にさ、はい、本日のポイントオンザライス、じゃん、自分がオシャレだと思ったらそれがオシャレだです。これはカイ君から学びました。なのでたとえね、ちょっと周りからちょっとあの色派手すぎないとか言われても、自分がオシャレだと思ったら皆さんぜひ突き進んでください。 UK オンザライスのコーナーではそういう選手たちにいろいろ話を聞きに行ったり、ちょっとオシャレなポイントを聞いていったりしますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。ぜひあのこの動画見てる方々もちょっと気になることとか、この選手にちょっと話を聞いてほしいとか、やってほしい企画あったらぜひコメント欄までお願いします。この動画が良いねと思った人は高評価オンザライス、そしてもしよかったらチャンネル登録オンザライスでお願いします。合わせてきたね、うぇ、合わせ、俺のタイミング合わせ、さすがです。ナイス。はい、すごい。次回 UK オンザライス、こいつできると思わせるバッシュ。